2022年になって、対中国への牽制の意味もあるのか、海上自衛隊とアメリカ海軍が様々な共同訓練を実施しているよね。その中でも特に注目を集めたのが対戦線を想定したヘリコプター共同訓練なんだよね。SH-60K と MH-60R がタッグを組み、日本とアメリカの連携を確認して、さながら実戦想定の訓練を行ったと言われているやつだな。一部の情報では、実際に魚雷を使用した訓練を行ったとも言われている今回の訓練、今後の日本の防衛にどのように活かされるか期待しているところだよ。さて今回は、海上自衛隊とアメリカ海軍対戦線共同訓練の模様を詳しく紹介していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊によると、今回の共同訓練については2022年3月11日のプレスリリースで、その内容の一部が明らかにされているよ。その内容によると、2022年3月8日と10日に相模湾にて、アメリカ海軍との初めての共同対戦水艦 ASW 訓練を実施したことを明らかにし、その目的として日米安保条約に基づく相互協力の基礎を確認することと、抑止力及び対処能力を強化するものとして、海上自衛隊とアメリカ海軍との相互運用性の向上を図ることとされているんだ。訓練には、海上自衛隊厚木航空基地に所属する実験航空部隊である第51航空隊、第513飛行隊の SH-60K 哨戒ヘリコプターが参加し、アメリカ海軍も厚木海軍航空基地に所属する第77ヘリコプター海洋打撃飛行隊と、第51ヘリコプター海洋打撃飛行隊の MH-60R シーホーク対戦哨戒ヘリコプターが参加したみたい。訓練の内容で注目すべきは、アメリカ海軍の MH-60R シーホークに、海上自衛隊が運用する魚雷を搭載して海面に投下するというもので、ヘリコプターから海面に落とされた訓練用魚雷は海上自衛隊横須賀基地に所属する、輸送艦2号が回収するというルーティンで行われたんだ。相模湾で訓練が行われたのはもちろん初めてで、アメリカ海軍太平洋艦隊では対戦哨戒ヘリコプターによる魚雷投下訓練は、アメリカ本土西海岸のサンディエゴ基地周辺で実施されているため、国外でも初めての実施となったし、ましてや海上自衛隊と共同訓練を行ったのも、今回初めてであったことから、初めて尽くしの訓練となったよ。そして、公表されている訓練目的をもう一度確認してみると、海上自衛隊とアメリカ海軍の対戦哨戒ヘリコプターを用いての共同 ASW 訓練とされているよ。実際に訓練の風景を目撃した関係者によると、海上自衛隊の SH-60K 哨戒ヘリコプターは航空支援を担当していて、訓練用の12式単魚雷と思われる魚雷を投下したのは、アメリカ海軍 HSM-77 の MH-60R であることから、MH-60R での12式単魚雷の運用試験も行ったのではないかと思われるね。さらに、アメリカ海軍と海上自衛隊の武器弾薬の共通運用を確認する意味もあったと思われるんだ。アメリカ海軍と海上自衛隊が、武器弾薬を共通運用するとき、それは有事があったときにしかありえないぜ。アメリカがウクライナに弾薬を送るからお前の持ち分よこせ、とは言えないだろうし、日本はそれに応じる義務はないからね。でも、尖閣諸島に中国が侵攻してきたとき、これは日米安保条約の中で、日本とアメリカは共同で日本領土の防衛を行うことになり、武器弾薬も融通しながら侵略者に向かって対抗することになるな。まあ、尖閣諸島を日米安保条約の対象地域に含むかという部分は、アメリカも玉虫色の話しかしていないので不安要素は残るが、いずれにせよ、アメリカと日本は共同作戦を行うことがあり、そのためには様々な運用面の連携を高めておくことが欠かせないというわけだな。そもそも、日本とアメリカの兵器や武器弾薬は、日米安保条約を考慮して共用運用ができるように考慮されているよ。今回の共同訓練を行った海上自衛隊の SH-60K とアメリカ海軍の MH-60R は、どちらもアメリカのシコルスキーエアクラフト社製の SH-60 シーホークを原型として開発されたもので、さらにその原型をたどれば同じシコルスキーエアクラフト社の汎用ヘリコプター UH-60 ブラックホークとなっているよ。この UH-60 ブラックホークはアメリカ陸軍が1979年に導入した多目的ヘリコプターだけど、様々な任務に対応できる汎用力を持っており、そのこともあって派生型が数多く開発されているんだ。実際、アメリカ海軍や日本の自衛隊だけでなく、オーストラリア、台湾、コロンビア、メキシコ、イスラエル、トルコ、アラブ首長国連邦などで導入、運用されている実績はあるよ。
それだけ、性能に優れたヘリコプターであることは事実で、おまけに今回の共同訓練で魚雷投下もできることが分かった時点で、さらに能力を誇示することができたとの見方もあるね。そして、海上自衛隊の SH-60K は、シコルスキーエアクラフト社の SH-60B に防衛省技術研究本部が開発したシステムを搭載し、三菱重工業社がライセンス生産した SH-60J をもとに、再設計された哨戒ヘリコプターとして運用されているんだ。今回のリブランド機は、2005年8月10日から運用されているもので、近代改装が行われていることから、まさに最新鋭のヘリコプターとして仕上がっているよ。基本的な外形は、SH-60J を踏襲しているんだけど、SH-60J はキャビンの天井が低いため作戦用機材を搭載した場合に、作業がしづらくなるという欠点が現場から寄せられていたこともあり、それを解消するためにキャビンを前方に 33cm 延長、天井高を 15cm 高くしたほか、胴体右側の扉の開口部を拡大することで、捜索救難や輸送の際の作業がしやすくなり、さらに用途が増えたってわけ。そして、注目すべきは対戦能力の向上でもあるんだ。リブランド機になり、対戦関連のセンサー類が一新されたんだけど、その際に逆合成開口レーダー ISAR 機能を導入した HPS-105B や、吊り下げ式ソナーとして海傘天井機構を導入して、低周波化した HQS-104 を正式採用するとともに、射出投下したその部位の音響信号を解析する機能も強化されているみたい。また、磁気探知機 MAD として最新技術が惜しげもなく投入された ANAS981 が搭載されているよ。兵装も、SH-60J ではマーク46魚雷と74式機関銃のみであったものが、SH-60K ではこれらに加えて97式、12式単魚雷の他に対戦爆弾や、AGM-114M ヘルファイア2空対艦ミサイルの搭載が可能となったことで、地対空、空対艦、地対戦、空対空などの様々な戦場において対応することが可能となっているな。これを知った、中国の軍事関係者は中国空軍のヘリコプターの装備を見直し、日本に対抗するように性能強化を命じたとも言われているぜ。一方、アメリカ海軍の MH-60R は機上音響信号処理装置として、新型の ANUIS-2EMSP が採用され、吊り下げ式ソナーとその V 発揮から同時に収集された情報の同時処理が可能となったよ。吊り下げ式ソナーには、低周波の ANAQS-22 フラッシュが採用され、その V 発射機も新型となった上に、ANAPS-147 合成開口レーダーが新規採用され、電波探知装置 ESM には ANALQ210 を搭載するなど、自衛隊機以上の能力を有する機体に仕上がっているんだ。これだけの情報を見ると、アメリカ海軍も海上自衛隊も、高性能な対戦哨戒ヘリコプターの運用を行うことにより、対潜水艦戦能力の高さは世界でもトップクラスの能力を秘めていることがわかるよね。ちなみに、対潜哨戒ヘリコプターの ASW において敵潜水艦を探知する方法はいくつかあり、まず一つには敵潜水艦が潜んでいると思われるポイント上空に到達した後、ホバリングをしながら吊り下げ式ソナーを下ろし、音波を発信するアクティブモードで探索する方法が一般的だね。もしソナーに反応がなかったら、別のポイントに移動して同じ作業を繰り返すのと並行して、母艦にデータを送信して敵潜水艦が潜んでいる位置を正確に割り出す作業を行うよ。また、もう一つはその V と呼ばれるコンパクトなポジティブソナーを多数投下し、敵潜水艦が発するエンジン音、スクリュー音などを探知したその V が送信したデータを分析し、敵潜水艦の艦首や位置を割り出す方法も並行して行われることがあるってわけ。これらに加えて、海上自衛隊の SH-60K に搭載された磁気探知装置 MAD が、大きな威力を発揮することが期待されているよ。具体的には、装置を機体から吊り下げた状態で飛行しながら、敵潜水艦の艦体から発する磁気を探知させるもので、これらの方法は固定翼対潜哨戒機の P3C や P1 などでも同じだね。このように、敵潜水艦を探知し位置を割り出したら攻撃を行うことになるんだけど、敵艦を確実に撃沈する場合には魚雷攻撃を実施することになるってわけ。この時、自衛隊が使用するのは日本の独自開発により開発された12式単魚雷なんだ。これは、防衛省技術研究本部と三菱重工業社が開発し、2012年に正式採用されたものだけど、それまで使用されていた97式単魚雷の深海域対処能力に加え、沿岸海域での運用も視野に入れて開発されているんだ。深海域では、海水の塩分濃度や水温、海流、
海底地形などが複雑なために、正確に目標に到達させる能力を高める必要があったみたい。そのため1-2式単魚雷では、旋回域でも対応できる新型の後退域音響振動子アレイが用いられ、さらに沈底潜水艦探知用のサイドスキャンソナーと磁気センサーが追加されたことで、誘導部の残響処理など信号処理能力を向上させることに成功したよ。このことで、日本の沿岸部や諸島部の浅瀬に潜んでいる敵潜水艦をいち早く探知することができるようになり、さらには発見時に速やかに攻撃して撃退する攻撃能力を一度に手に入れることができたってわけ。ここまでの能力を有することができれば、あとは訓練により連動を高めることが必要だね。今までの訓練だけでなく、今回の共同訓練のように、様々な技術や経験を積む機会を設けることで、連動をどんどん上げることも必要だな。特に、共同訓練を行うことはアメリカとの共同戦線を誇示することにつながるから、中国やロシア、北朝鮮に対して、日本に手を出すとアメリカが黙っていないとアピールすることにつながるぜ。まあ、実際にアメリカがそこまで日本のために戦ってくれるのかどうかは不安だが、アメリカだって日本の高性能魚雷を手に入れることができるなど、メリットは少なくないな。日本としては、独力で国土を守る能力と、アメリカと共同で作戦行動を行えるポテンシャル、この二つを周辺国に継続してアピールしていくことが必要なのだろうと思うよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。